名阪国道起点三重県亀山市亀山インターチェンジ付近名阪国道終点奈良県天理市天理インターチェンジ付近名阪国道は一般国道25号のバイパス道路で三重県亀山市の亀山インターチェンジから東などを経由し奈良県天理市の天理インターチェンジへ至る高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である名阪と略される 法的根拠である国土開発幹線自動車道としての路線名は近畿自動車道名古屋大阪線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は西名阪自動車道とともに E25 が割り振られている。東名阪自動車道と西名阪自動車道の間に位置する日本の高規格幹線道路網を構成する道路の一つで両端が東名阪。 西名阪の両自動車道と直結した一般国道25号の自動車専用道路である。また、中京圏と近畿圏とを結ぶ幹線道路として京都を経由する名神高速道路、新名神高速道路と並び、奈良県を経由する高速道路網の一部を構成しており、名古屋大阪間の最短のルートとして知られる。高規格幹線道路の区分では、 高速自動車国道ではなく、高速自動車国道に並行する、一般国道の自動車専用道路にカテゴリーされる。亀山インターチェンジ天理インターチェンジ間の、総延長は 73.3km で、全区間4車線。125cc 以下の二輪車は通行禁止となっている。 名阪国道の歴史は、有料高速道路である東名阪自動車道と西名阪自動車道よりも古く、1965年の開通以来、通行料金は無料である。最低速度規制がないため、小型特殊自動車は、通行が可能である。福住インターチェンジ天理東インターチェンジに、オームカーブと呼ばれる急カーブがあり、 最高速度は一部区間で時速 70km、多区間時速 60km に制限されている。また、通常の高速道路よりもインターチェンジ間の距離が短く、数も多い。交通量が多く、トラックを中心とした交通事故が多発していることが知られており、2005年の全国の自動車専用道路 10km あたり事故発生件数では、 全国ワーストとなっている。キロポストは、三重県内が、亀山インターチェンジからのキロ数であるのに対し、奈良県内は、国道25号の起点からのキロ数表示となっている。このため両県の県境で、キロ数表示が連続していない。標識は、全線にわたって、高速道路や、自動車専用道路に順じた緑色に、白地のものが設置されている。 使用されている書体は、三重県内が丸ごしック体であるのに対し、奈良県内は道路交代標準文字である。本線及びインターチェンジでの案内標識では、路線の奇襲点にあたる、亀山、天理ではなく、名古屋、大阪の方面で案内される。最高速度の標識も、奈良県側では高速道路や自動車専用道路に準じた、可変式のものが設置されている。 上野インターチェンジ付近をグラインインターチェンジ付近名阪国道では一般的な高速道路よりもインターチェンジの数が多く約7 3トル区間中に30カ所ある2から3トル間隔ごとに IC があり有料道路ではないことから料金所を設ける必要がなく一般道から本線につながるランプのみの簡易的な作りをしている 戦前の弾丸道路計画では、名古屋大阪間は、伊賀盆地から傷を抜けて、大阪へ結んでいたが、終戦となり、調査も消滅した。しかし、1953年5月に二級国道163号として、認定された。また、名神高速道路の比較路線として検討された、ことがある。なお、1961年頃、日本道路公団が、 有料道路、大4道路として、国道163号の改良ルートとも言うべき、道路計画を立案し、調査を開始し、大4道路の必要性が立証された。建設省も、当初、有料、無料で、いろいろ論議があった。早く仕上げるのは、有料道路だということで一時は有料に落ち着いたが、その後、早くできても有料なら、利用しにくいと、 地元側の要望が出て、一部区間だけは、無料となった。奈良県知事を務めた、奥田良造は、名阪国道は当初全線を有料道路として、計画されたが、山間地方だけは、県が、地元負担をするから公共道路として、無料の道にすべきと主張し、三重県の同調を得たため、両端が有料で、天理亀山間が無料となったと述べている。 1962年5月1日に、当時の一級国道25号の四日市市、山戸郡山市間の指定が、政令交付された。この路線は、国道163号のうち、四日市市から上野市までと、地方道上野電理線を合わせて、大阪市に至る、新ルートとして認定された。一級国道への昇格が決定すると同時に、 建設省で調査を開始したが、この調査中に、河野一郎建設大臣の下で、早期着工、早期開通の方針が検討され、1963年1月、国道25号改築工事の早期着工が、建設大臣の指示により決定した。河野一郎、1962年から1964年の建設大臣時代は、 東京オリンピックに向けた道路などの整備に落腕を振るった。国道25号一級国道昇格の政令が施行された1963年4月には建設証明班国道工事事務所が発足し、4月5日の河野一郎建設大臣の視察を機に供用開始の目標が示され、いわゆる千日道路の計画が確定した。 もともと名阪国道は、一級国道の一種産地部道路の企画として設計開始したが、1963年9月に、至り、新道路整備後仮面計画の基本構想により、名阪国道が主要幹線の一つとして、将来、自動車専用道路としての機能を果たすべく、高速自動車国道の企画を取ることとし、三級及び四級区間として、 構造規格の修正を行った。このいきさつにより、巡航速道路という検知から路肩、分離帯、建築限界の取り方については特例を適用することによって縮小している。さらには、山地部における急行バイク間の途半車線も、インターチェンジなどにおける加減速車線長など、すべて、巡航速道路という検知からこれを設置しないか、または規格を落としている。 河野の公約である、千日間で完成させるという目標が立てられていたことから、千日道路と呼ばれた。とする説があるが、元建設省職員の武部健一は、河野大臣の天理教の大会に間に合わせろというのが千日のターゲットだったと述べ、建設省道路局長、事務次官を務めた。 高橋国一郎はそれに賛同しつつ、河野大臣に何日でできるかと質問された、名藩国道工事事務所長の住友英吉が、千日で作りますと答えたところ、河野大臣が気に入って、よし、千日でやれと命令したので、千日道路になったと述べている。なお、名藩国道教養開始直後の1966年年に1月26日から、天理教の 教祖80年祭が行われており、竹べらの発言を裏付けている。1964年1月、伊勢神宮を参拝した河野建設大臣に対し、三重県の田中里市知事が、名阪国道の早期完成による地元負担金が、三重県財政に致命的な影響を及ぼすということで、建設省の直轄施向から、日本道路公団施向の有料道路に、 変更の陳情があり、これに対し、河野大臣が、検討しても良いと言明したため、地元民に与えた影響は大きく、用地交渉は停止し、道路が中断しかねない問題に発展した。また時を、同じくして、向こう参加年の予算が、要望額より、相当下回る、見通しとなり、そのため計画を再検討し、全線開通は諦め一部区間は、言動利用や、 速度を利用などの可能性が議論された。しかし、公術、有料道路とすることの問題点等により引き続き、無料の一般国道として共用することとなった。なお、緑色の標識は、自動車専用道路を意味するものであり、有料か無料かは関係ない。用地買収については、念願していた道路ができるということで、 地主の一人一人まで皆でこの道路を作り上げて行こうという熱意があり、名阪国道の場合には、誰からも一言も反対の言葉は聞かれなかった。実際、ルートの決定から、用地買収、トンネルや橋の建設なども含めて、約束の40年クリスマスイブを待たず1000日以内に完成し、 1965年12月16日に暫定に車線で開通している3月25日新たに供用開始となった。なお、日本道路公団は1967年当時国道25号の一般有料道路大阪天理道路の説明として名阪国道の建設が建設省直轄事業として行われていますが本道路は 名阪国道のうち、大阪府松原市から、奈良県天理市に至る区間を公団が受け持ち、有料道路として建設するものですと述べ、松原天理館の有料道路部分も含めて、名阪国道であるとの認識を示している。名阪国道の開通から3年余り経った1969年3月21日に、国道25号の一般有料道路、西名阪道路、 天理松原間が開通し、翌年の1970年4月17日に、国道1号の一般有料道路、東名阪道路、四日市亀山間が開通したことにより、西名阪、名阪、東名阪の3つを合わせた、国土開発幹線自動車道の近畿自動車道名古屋、大阪線に、国土開発縦貫自動車道建設法が、改正された際に追加された。 の形が改正した。なお、西名阪道路と東名阪道路が一般国道から高速自動車国道に切り替えられたのは1973年4月1日である。1977年度に天理インターチェンジからさつき橋インターチェンジ間1980年3月26日には、 名阪国道前線の4車線が完成して、現在の形になった。1975年10月22日には、途中の関 j CT から、伊勢自動車道が分岐し、関 j CT、亀山インターチェンジ間の名阪国道を介して、東名阪自動車道と接続する形となっていた。しかし、無料区間を挟むため、かつて、伊勢、 東名阪の両自動車道に設置されていた関本線料金所と鈴鹿本線料金所が揃って渋滞の原因となっていた。その渋滞を解消するため2005年3月13日に亀山直結線が開通すると同時に関、鈴鹿両本線料金所を共に廃止し名阪国道を通らずに両自動車道が直結された。 ただし、名阪国道との分岐、接続部分の出入り口は、現在でも、関 JCT として存続されている。警察庁及び国土交通省により、全国的に交通状況に応じた、より合理的な速度規制についての取り組みが、名阪国道でも実施されており、防護策の強化や、死去改良などの安全対策により、道路構造上時速 70km 走行の、 条件を満たした奈良県内の河野口インターチェンジから福住インターチェンジまでの区間において2012年10月4日より時速 70km 規制に見直された。また、三重県内の伊賀インターチェンジから上野東インターチェンジまでの延長約 16km も2014年1月末に時速 70km 規制に見直された。さらに、 上野東インターチェンジから県境付近までの延長、約 9km も、2014年度中に時速 70km 規制に、見直された。速度規制が緩和されたことに伴い、路線バスの奈良交通灰原営業所所属伊すず、エルガミオに、最高速度、時速 60km に制限するリミッターを設置し、従来通りの立石乗車を認める措置が取られている。 他、一方で三重交通医が営業所が運行する上野天理線においては座席数が多くエンジニー出力の高い車種への置き換えを進め立石乗車を禁止する措置が行われているバイパス道路が自動車専用道路である場合は通行可能な車両が制限されるため急道が国道のまま残っているケースがあり国道25号もこれに該当する前述のように 当初は、有料道路方式も考慮された。名阪国道は、地元奈良県を呼び、三重県の費用負担により、亀山天理館を無料として、工事に着手したが、1964年には工事費の負担の問題などから、有料道路に変更して建設することも検討された。しかし、有料にした場合は次のような問題点があったため、 当初の予定通り無料の一般道路として建設された。なお、建設証明反国道事務所は、県の負担軽減のために、有料道路化を陳情した三重県に対し、一級及び二級国道の昇格に運動し、昇格したら早期完成を歌いながら、分担能力がないから全額国庫負担あるいは、有料道路とは、言語道断と言わざるを得ないと厳しく批判している。 一方、奈良県知事、荒井翔吾は、2019年9月10日に、接続する、一般道路の交通量が過密になっていることを、理由として、奈良県内区間の有料化を国へ陳情した。全域区間で、片側に車線の本線を持つが、尾行の区間には、不可車線がある。交通量24時間、交通量道路交通センサスより一部データを、 抜粋して、作成前線を通した、平均交通量は1日あたり53,599台。区間別の交通量は、中間地点の伊賀市が最も多く、全体的にそこを中心とした山となっており、起点及び終点に向かって減少していく。2008年の新名神や2010年の第二京阪、道路などの開通もあって、 名古屋大阪間を名阪国道で移動する車が減少したため2005年調査時と比較すると交通量は軒並み減少しており特に伊賀市内及び山添村内では1万台以上と大幅に減少している昼間における混雑度はわずかに1を超える区間がある程度で通常時に混雑することは全線を通してほとんどない調査時の2010年時点における 最高速度は全区間時速 60km であるが、昼間12時間の平均旅行速度で最高速度が守られている場所は皆無であり、全線を通して非常に流れが速いことが見て取れる。特に上り線のなら、三重県境付近では平均の流れが最高速度の時速 30km オーバーとなる時速 90.0km に達しており、 規制と実態との乖離が著しい。トンネルの数北勢国道事務所管内の席、伊賀、5月局は冒頭に、こちらは国土交通省です。名阪国道を走行中の方に、この時間の道路情報をお知らせします。と放送される。構造上の問題当たり道路は、過渡期に建設された道路であるため、構造上の規格を満たしていない箇所がいくつかある。 IC の数が多く、また IC 間の距離が短い箇所が多い上、加減速車線はかなり短く、高速自動車国道や自動車専用道路としての規格を満たしていない箇所が多い。また、SA のほとんどが一旦国道から降り、再流入するという形式をとっているが、流入、流出の際加減速余裕が全くなく、ドライバーに緊迫した判断を迫る入り口が、 大阪、名古屋方面ともに複数存在する。一例として、上り線にあった高峯 SA は、加減速車線がほとんどない上勾配があるカーブの途中にあることもあって、特に合流時には相当の注意を必要とするなど、本線への流入、流出時に危険が伴うことがあった。なお、国土交通省では、接触や追突事故の多い IC について、 加減速車線の延伸工事を引き続き行うとしている。有料か無料かを問わず自動車専用道路に指定されている高速道路であるが IC に料金書がないため一部車両の進入禁止を示す標識が設置されているにもかかわらず稀、ま、に原付きや自転車、歩行者が誤って進入する場合がある。一方、 最低速度の規制はないため小型特殊自動車は通行可能である。交通量における諸問題設計速度実測 60km のオームカーブが存在することもあり、最高速度は一部の区間を除いて一般国道自動車専用道路の法定最高速度である実測 60km に制限されているが、道路幅自体は高速自動車国道並みに。 整備されていることと、両端に接続する東名半道西名半道の最高速度が時速 80km であることもあって、ほとんどの走行車両が80時速 100km 前後の速度で運転している。そのため、最高速度で走行している車や、急行バイク間で低速となる大型車への追突事故が多発している。また、一度事故が発生すると、 後続の渋滞の中で追突事故が多発することがあり、そのせいもあってか名阪国道は2014年の全国の自動車専用道路 10km あたり事故発生件数ではワーストワンとなっている。名古屋大阪間を走行する場合、名神、新名神を利用するより通行料金が安いほか、南波や天王寺、 堺など大阪市南部以南の地域へ到達する場合の所要時間も名信経由と同程度であるため交通量は車種や時間帯を問わず多い。西面半道への接続点に近い福住インターチェンジ天理東インターチェンジには急坂、急カーブ区間があり走行速度は必然的に低下する。名阪国道を走行する路線バスもあり、これらは 比較的低速で運行している。通過地点は、同市の市街地からは遠い。なお、東道路と奈良市街の行き来は、天理インターチェンジから国道169号などの利用が一般的である。旧日本道路公団が開発した書体、公団文字、公団ゴシックとも、最高速度が実速 70km に引き上げられた区間では、 可変標識の使用を停止し、代わりに通常の70標識が設置されている場合もある。県境までの見直しについては、出展となる三重県警察の公表文が存在しないので、代わりに証拠写真をあげる。ファイル、名阪国道 70kmH に見直し、県境付近証拠写真。JPG、ファイル。 名阪国道 70kmH に見直し、県境付近証拠写真。JPG 開通から20年程度は設置されていなかった。名神経由の例、一宮水田4100円。新名神経由の例、名古屋西水田3850円。名阪国道経由の例、名古屋西長原2350円規制速度で計算した場合。 奈良交通の天理駅国道山添及び三重交通の路線バース。後者は2005年から一部区間で旧道を走行するようになった。ありがとうございます。